ちゃん。こんにちは。さあ豊さん、はい、メジャー組3人のうち1人、はい、有原航平投手はソフトバンク決まりました。よかったね。はい、はいはい、球界復帰ですけれども、ね、まだ投手が決まっていない2選手、はい、沢村投手と筒香選手の去就、はい、今日はもうズバリ豊さんに予想していただきます。予想予想いや意見予想というよりも感想な感想。はい、やっぱ2人とも日本に帰ってきた方がいいと思うよ。そんなに恥ずかしいことでもないし、はい、メジャーにこだわる理由っていうのは何なのかなっていうのを逆にね、うん、聞きたいぐらいで、はい、やっぱキャリアを積んだ方がいいと思うし、うん、好きな野球をやっててプレーできないっていうのが一番苦しいんじゃないかなっていうね、うん、まあ、そんな感じはするし、まあ、メジャー行けば高額な契約もらって、はい、まあ、試合に出られなくても懐は潤うって、まあ、そういう人生ってつまんないと思うんだよね、うんうん、やっぱりキャリアを積んでほしいなって2人には力もあるしね、はい、だからそう思うよ。中でも、まあ、沢村投手はできればメジャーでやりたいっていう、まあ、そうだろうね、メジャー志向もともと、まあ、メジャー志向もあるんだろうけどもさ、はい、できないものに挑戦をするっていうのをさ、うん、一つの美学があって、はい、失敗したから戻ってくるっていう、やっぱそういうのが嫌なんだろうね。まあ、ただね、はい、沢村はちょっとテレビで見たけど、ちょっと身なりをしっかりした方がいいな、風貌。宇田さん、そこね、前常々におっしゃってました。いや、やっぱね、一人の社会人として、スポーツマンとして、はい、やっぱ清潔かっていうとさ、やっぱちょっと爽やかな感じは全くないんだよね、はい、風貌を見ると。でもね、やっぱ取り手としたら、やっぱそういうところまでやっぱこう自分の感性とか感覚が出るからさ、うん、まあ、自然に出してるから、いやこれでもよかったらどうぞっていう、それはそれでいいんだけどさ、うん、やっぱ社会人としてもうちょっとこう清潔にしとけないかなっていうふうに、うん、ちょっと思うんだよね。特に、まあ、日本球界に戻ってくるんであれば、うん、そこ、まあ、そういうのはね、日本人って気にするし、はい、まあ、大体悪役の顔だからさいや、気持ちはね、沢村はね、すごく、ね、怖いですよね、後輩で、すごく気持ちは優しい子なんだよ、はい、優しい子だけど、なんであんな、あんなになっちゃうかなってなんか、まあ、ちょっとこれ、ヒッピーって差別用語ではないよね、はいはいはい、あ、別にないですよ、ね、アメリカ、はい、なんかヒッピーになって帰ってきたみたいな。あ、まあ、野生味が、野生味はね、もともとある選手だから、はい、どうしちゃったのっていう、うんうん、久保は実力があれば別に関係ないんだけどもさそうなんですよ。で、成績がというと、沢村投手2001年レッドソックスで55試合に登板、5勝1敗10ホールド、防御率が 3.06。 まあまあだよね、そこそこだよね。で、昨シーズンは49試合登板、はい、1勝1敗3ホールド、防御率 3.73。 悪いわけではない、悪いわけではないけど、そのライバルがもう必ずいるし、層が厚いから、レッドソックス、はい、あ、まあ、だから、まあ、メジャー全体にね、はい、だからそこら辺で その競争には負けてるっていうことなんだろうけど、うん、まあ、日本でやった方がいいような気はするけどね、うん、まあ、これは本人が考える夢の問題もあるし、うん、メジャー志向が強い、まあ、メジャーで終わりたい、まあ、それは分かるけどね、はい、これままで終わったんだったらすごく悔しいだろうなと思って、うん、だからまだまだ力があるし、はい、まあ、日本の球界では必要とされるね、球団もあるだろうしな。パリーグ向きですか？まあ、どちらかというとパリーグ向きかもわからないね、うん、ロッテからメジャーに行ったけどもね、はい、ロッテなんかは吉井監督もよく知ってるだろうし、まあ、いいのかなっていうふうには思うしね。ジャイアンツっていうことは ないですかね、やっぱり。まだあの風貌だとないと思うジャイアンツは、ね、まあ、そうですね、ジャイアンツはそうですね、ジャイアンツは多分ないと思うそうですね、やっぱそう考えると、まあ、ロッテだったりとか、ロッテ、まあ、パリーグ、まあ、そうだね、パリーグ向きだよね、うん、まあ、メジャー帰りっていうこと、メジャーの気持ちを分かる新庄監督なんかは、はい、まあ、いいかもからないね。そうですよね、うん、帰ってきた方がいいけどな。ただ失敗っていう数字ではないからさ、そうなんですね、帰りにくいっちゃ帰りにくいんだよね。まだまだできるって思ってるだろうし、うんうんうん、できる力は持ってるけどね、はい、持ってるけど、このままでこう消えていくっていうのは寂しいんじゃないのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、もしかすると、まあね、今代理人と一緒にこういろいろ模索中というか、まあ、そうだね、交渉中なのかもしれませんね。まあ、諦めるのは簡単だからね。はい、うん、で、もう一人、筒香選手、2020年から21年、はい、22年と3年間、はい、メジャーで戦ってきました、まあ、そうだね、うん、戦ってきた、まあ、本人の中では全然戦ってませんって言うかもわかんないけどね、まあ、負けず嫌いだし、あいつは、はい、だからまだまだ挑戦はしたいっていうね、うん、このままじゃないんだという、
力を示したいんだろうね、みんなね。あ、そうですよね。なんかこうそのまま帰ってきちゃうと負け犬みたいな、うん、だからちょっとこう後ろめたさがあるというかね、チームに入るにも、はい、まあそんなこと考えないでさ、素直に帰ってくればいいのになと思うよ。まあ、成績としては筒香選手2020年タンパベ、うん、ここでは51試合に出場して打率が1割9分7厘、うん、ホームランが8と、ちょっと、まあ、少ないですね。いや、少ないところじゃないよ、もう最低中の最低だよ。そうですよね、うん、で2021年タンパベからドジャースに行き、そしてパイレーツに行きます。で81試合打率2割1分7厘で、ホームランがやっぱりこの8、うんで去年パイレーツで50試合に出場して打率が1割7分1厘、ホームラン2、打点19ということで、ちょっとやっぱ数字的に本人もすごくもどかしいでしょうし、どっちつかずなんだよね、うん、俺は筒香のバッティングセンスだとかいろいろ考えると率を取りに行った方がいいと思うよ、うん、ホームランはもう副産物だというふうに向こうで行けば思った方がいい、うん、でも向こうの球団が求めてるものっていうのはさ、体つきから言ってもやっぱホームランだと思うんだよね、うん、そのホームランが打てないということのギャップがあると思うんだよ、はい、だから本人は3割率だけを残しに行ったら打てるっていうふうに思ってるけど、球団はホームランを要求される、そうなったら打たなきゃいけない、それを狙い出すとまた率は下がるという、なんかすごくもどかしいんだよね。そうですね。でやっぱ球団の方も率残して出塁したところで、じゃあ盗塁の足があるかって言ったらそうでもないでしょみたいな、いやそれだったらホームラン狙ってきてよっていう、そこら辺のね考えが球団と一致してないと思うんだよね、うん、アスレチックス行ったらどうかなと思うんだよね。それはアスレチックスっていうのは、はい、やっぱボール球を振らない、初球から打たないとか、はい、で出塁率を重んじるっていう、はい、で出塁率だけを考えてあいつに取らせていったら多分結構いい数字を取ってくると思う。そしたらそこでは評価されると思うんだよね、はい、給料は下がっててもいいけど、下がってもいいって思えばアスレチックスとかね、はい、行ったらいいかなっていうふうに、うん、あそこはもうマネーボールっていうね、はい、主人公というかね、アスレチックスにいる人なんだけど、はい、まあ、その人が計算で野球は勝つという、もうとにかくバッターは出塁率、はい、これが一番の貢献ポイント、バントなんかありえない、うん、ピッチャーはフォアボールはありえない、で変則に限るっていう、変則はやっぱバッターのタイミングをごまかせるっていう、まあ、そういう考えのもとで優勝させたりもするんだけど、はい、まあ、そういうところに行ったら筒香のその出塁率、うん、いいか出塁率だけを考えてやってくれって言ったら筒香はなんか働くような気はするけどね、うん、そうでもそれじゃやっぱりねストレスがたまると思うんです。筒香は本人はやっぱ打ちたい人だから、やっぱ生粋の4番というかね、ランナーがいるときに返し、いないときはホームランで点を取ってくるっていう野球をずっとやってきた子だから、うん、まあ、それにはストレスがたまるのかなっていうふうには思うし、難しいよな。そうですね。ってなると日本にじゃあ戻ってきますってなった場合は、球団的には接触してくるチームっていうのはまだまだありそう。いやそれはあるよ、うん、それはある、うん、本人は選び放題だからね、やっぱベイスターズには帰りたいんじゃないの。あいつ寂しがり屋なんだよね結構。あ、そうなんですね。そうそう、優しい子なのよ。すんなりいけるのは DeNA が一番いいよね。ただポジションがそうなんだ、埋まっちゃってる。佐野とかセンターできる子ではないし、はい、まあ、外がファーストにはいるし、まあ、ライトには予定ではオースティンがいる、はい、まあ、ここは日替わりになってるから、まあ、筒香がドンと座れば、ただ外野の守備が弱くなるよね、まあ、今度そうなるとね、はい、なかなか難しいけど、うん、これがヤクルトってなるとレフト、あ、山崎幸太郎選手とか青木とかいるけども、はい、まあ、筒香がドンと入ったら、俺はもうめちゃくちゃ破壊力のある打線にはなるよね。確かにそうですね。ヤクルトに行かしたらダメだよ。いや他の球団はね、他の球団は筒香のタイプからすると、はい、バンテリーは行きたくないと思ってると思うんだよね、うん、ちょっと広すぎるというね、
やっぱ今までホームランが出なくてストレスが溜まってるところに、はい、やっぱあの広い球場だと、うん、またストレスになると思うんだよね。そうですよね、うん、だから、まあ、ちょっと行きたくないのかなっていうふうに思うし、うん、まあ、鈴木誠也が抜けてあそこは4番が埋まってないというカープポッと行けば、はい、まあ、4番に座る可能性もあるしね、はい、行く球団は俺はあると思うけどね、うんうん、まあ、本人がメジャー志向が強くて、はい、いやこのままじゃちょっと帰れないって思ってるんだったら、もうメジャーでアスレチックスとか、はい、メジャーってこう今はホームランか三振かそういうバッターが増えてきて、ピッチャーのレベルがものすごい高くなってるからね、はい、ホームランがなかなか出ないからね、向こう行くとね。そうですね、もう大谷が異常だからさ、まあ、もう別格ですもんね。別格だよ。で松井秀喜とかね、はい、もう別格だからさ、うん、そこら辺を目指してるんだと思うけどもね、はい、まあ、自分のチームにしなきゃダメだな。あ、そのぐらいの勢いで入ったら、うん、俺がもう引っ張っていくみたいな、はい、まあ、そのぐらいの気骨があれば、はい、まあ、どこでもやっていけるとは思うけども、うん、このままだとなんかちょっと寂しいよな、筒香の名前がどん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 こう消えていくっていうのがね、はい、まあ、だから日本に戻ってこないかなっていうふうに俺は思ってるけどね。そうですよ、まだまだ日本ではね、やれる実力ありますしね。まあ、あるある。まあ、沢村の場合はピッチャーってすごく貴重だし、はい、数がいるからまだ挑戦してもいいけども、筒香の場合はちょっと数字から見ると、はい、やっぱ合う野球合わない野球ってあるからさ、はい、だから筒香にはメジャーの野球が合わないんだよ。レベルとかじゃなくて、うん、合わないっていうふうに思って帰ってくるっていうのはどうなんだろうかっては思うけどね。そうですね、はい、ある記事によると1月末までが一応そのタイムリミットじゃないかと言われていますし ね、 ね、やっぱりどうなるのか、まあ、今月末までこの2選手動向をまた注視していきたいと。ヤクルトにだけはヤクルト半端ない破壊力になるからささらに独走しちゃいますもんね。ぜひともどっかに、はい、どっか、はい、そうですね。